それでは、えー、とこのようなタイトルで、えー、発表を始めさせていただきます、えー、とこちらの発表ではです、ねえー、とタイトルにありますとおり、まあ、イオン伝導性を持った、まあ、高分子ゲル材料になるんですけれども、それに特に、まあ、簡便に作成可能で、かつその損傷とかがあったときに、まあ、その損傷に対して修復するような機能を持った、まあ、新しいイオン伝導性の高分子ゲル材料というものに関して、えー、ご紹介させていただき たいというふうに考えております。で、少しだけ背景からご説明させていただきます。えっと近年ですね、まあ s o c i 5.0と呼ばれるような、いわゆるサイバー空間と現実フィジカルな現実空間を融合させたシステムというのを確立して、ま経済発展と社会的課題の解決を両立しようというようなまあ、新しい 社会ののり方とといいいうのが提案されているかと思いますで、まあ、そのような社会におきまして、あの非常に重要というふうに言われているのが、いわゆる IoT、もののインターネットという概念でして、まあ、こちらご存知のとおり、すべ、まあ、ての、えー、と日常的にあるものとか、自分自身の体の状態といったものが、まあ、インターネット上で、えー、とアクセスできるようなデータとして、えー、存在するというような概念になります。でまあ、このような IoT を、えー、実現するために非常に重要なデバイスとして、まあ、ウェアラブルフレキシブルデバイスというのが、まあ、新しい電気科学的なデバイスとして近年、えー、注目されております、まあ。例えばスマートグラスとか、まあ、Google ウォッチみたいなものがあるかと思うんですけれども、まあ、こういうふうに体に貼り付けることで体の状態というものを、まあ、あの随時ウォッチできるような材料になります。で、これの、まあ 第一世代、こういうウェアラブルデバイスとすると、まあ、次世代のウェアラブルデバイスとしてはもうこ,こ,こちらに示しましたようにまさにもう非常に薄くて、えー、重さとかが感じられないような形で、まあ、体とかあとは機器に、えー、接続でき、えー、貼り付けられるようなデバイスというのが、まあ、新しい時代のウェアラブルデバイスとして、まあ、非常に求められているというような背景があります。 でまあ、このような背景からですね、まあ、デバイスの軽量化、柔軟性の向上であったり、まあ、生態親和性というのが重要な要素になってまいりまして、まあ、このような観点から、まあ、高分子材料を用いた軽くて柔軟なデバイス開発というのが進められてきておりますで。このようなデバイスにおきまして、1つ重要なあの構成要素として、イオン電動性材料という が必要になってきます特に高分子を用いたイオン電動性材料としては、高分子ゲル、いわゆるゲル電解質というものが重要な要素になってきまして、このゲル電解質というのは定義といたしましては、このように高分子ネットワークが電化キャリアを含む電解液で防潤した材料というふうに定義されまして、例えば蓄電池や コンデンサー、またあのセンサーにおける電解質材料として、えー、応用実際に応用されています。で我々はです、ねえー、とこのような合合、えーえー、高分子ゲル電解質にイオン液体という、まあ、新しい液体材料を電解液として用いる材料の研究を行ってまいりました。でこのイオン液体というのが何かというふうに申しますと、 これは定義といたしましては、室温付近で、えっとまあ、いわゆる食塩とかと一緒なで、陽イオンと陰イ,イオンのみからなるんですけれども、にもかかわらず、室温付近で液体状態となる、まあ、イオンのみからなる常温溶液体ということになります。で、まあ、このイオン液体、どういったものが、えっと、イオン液体になるかというのは、まあ、細かいことを言うといろいろあるんですけれども、えっと、大雑把に言いますと、こういうまあ、 いわゆる電化が非極在化されたような有機カチオ音と、まあ、こちらも電化が非極在化されたようなバルキーなアニオンからなるようなものが典型的には常温で液体状態となるようなイオン液体になるというふうに知られております。このイオン液体はですね、まあ、理論上はこの イオ,イオンとインイオンの無限の組み合わせからなるために、まあ、非常に構造デザイン性が高く、まあ、いろんな用途に合わせて分子設計できるという利点であったり、まあえー、通常の有機溶媒とか水みたいな従来のゲル電解質に用いられてきた溶媒と比較しまして、まあ、不燃性であったり不揮発性そしてまあ熱が高 さらに熱的安定性や化学的安定性が非常に高く、まあ、イオンのみからなる液体ですので、まあ、イオン伝導性も高いという、さまざ、あ、まなあの、これまでの溶媒にない、分子性の液体にないような特徴を持ちまして、まあ、これらの特徴を生かした新しい材料というのが。 研究というのが進められております。特にまあこういう電動性とか、不揮発不燃性、熱的安定性を生かすという意味で、えー、と先ほども示しましたような電気化学デバイスに使う、えー、電解液としての応用というのが非常に、えー、活発に進められてきております。でその中で、このイオン液体を高分子ネットワークに防潤させたゲル材料というのが、まあ、イオンゲルと。 呼ばれる材料でして、まあ、これがイオン液体が溶媒となるゲル電解質、まあ、ゲル電解質の一種ということになります。でこのイオンゲルはですね従来のゲル電解質にない非常にユニークな特性を持ってまして、これは、まあえー、とイオン液体自身に由来した特性がこういうゲルネットワークに内包されることで、力学的な、えー、と個体的な 性質を持ちつつ、ゲルとしては非常に不揮発性、不燃性や科学的安定性っていうのが付与された材料ということになります。まあ、しかしながらですね、こういうゲル電解質、一般の課題として、えーと、液体が非常に多く含まれているために、まあ、力学強度が弱い、まあ、いわゆる非常にもろいということが従来からありまして、このようなイオンゲル電解質においても、力学強度の向上というのは、まあ、ゲル材料共通の 課題ととしててに残っったままにないいるということになりますでこのようなイオンゲルの応用として、先ほど背景でも示しましたような、いわゆるフレキシブル、ウェアラブルデバイスへの応用というのが、非常に近年活発に研究されております。例えばこういう歪みセンサーですね、こうまあ、例えば体に貼り付けてこう曲げ、体が曲がったときにその曲がったことによって抵抗値 イオン電動の抵抗値が変化するために、この抵抗値の変化から、えー、歪みを読み取るというセンサーであったり、こういうまあ電池、いわゆる普通の電池と比べて、えー、と非常に薄くて曲が自由に曲げられるようなフレキシブルな電池を電解質に用いると応用というのが、えー、近年、進められております。 しかしながら、こういう用途ではです、ねまあ、あの日常的な変形とか機械的な入力というのがあるために安全性、信頼性を高めるためには非常に力学的に高耐久なゲル電解質というのが求められます。 そのため、えー、我々はですは、ね、このような背景から高い力学強度と、まあ、損傷したとしてもそれを直せるような自己修復性を併せ持つイオンゲル材料の開発というものに着手してまいりました。で実際にこれまでにわで、ねえー、と我々はこのような自己修復性を持ち力学強度も高いイオンゲル材料というのを、えー、基本として報告しております。 時間の関係で、まあ、詳細は、えー、省かせていただきますが、こちらはです、ねえー、実際に開発した自己修復性を持ったイオンゲル材料になりますが、このようにです、ねえー、ゲル材料をこう切ったときに、この切った切断面をこう接着させてやると、ずか3時間ぐらいでこの切断面っていうのが修復しまして、この修復した後の力学強度っていうのは、まあ、ほぼ、えー、切断する前のものと同様に戻るというような材料になります。 でこの材料はどういう設計でできているかといいますと、こういうブロック強硝合体とイオン液体からなる材料でして、このブロック強硝合体がこのようにミセル状の構造をイオン液体中で取って、このミセル間が水素結合で、打点でネットワークを結合してネットワークを作ることでゲルが生成されております。 でこの水素結合というのが、まあ、共有結合とかと比べて、まあ、可逆な性質、その一度切れてもまた、えー、と結合できるというような性質を持つために、えー、力学強度を保ちつつ、自己修復性を付与するというようなメカニズムになります。 しかしながらですね、このような従来技術には、いくつか問題点がありまして、この自己修復性を持ったイオンゲル材料っていうのは、従来のゲル全ン解質特有の揮発性、可燃性というのを、イオン液体を使うことによって克服していると。さらに、自己修復性を供与することで、ゲル全ン解質のあ脆くて弱いっていう従来の問題点を克服すること。 こととは可能となりました一方で問題として、まあ、合成やゲル作成に煩雑、まあ、なステップが必要というのがありまして先ほどの材料も、まあ、実際にそのブロック強重合体を作るために、まあ、何ステップかに分けて重合する必要がありまして、まあ、さらにですねじゅう合した後に、えー、イオン液体と混ぜるためにも、まあ、ステップが必要となりますまたですねそのような合成 もしくはゲル作成のステップで有機溶媒を用いて合成したり有機溶媒を用いてイオン液体と高分子を混ぜるというようなプロセスが必要となるために環境負荷やコストの面でも問題があるというところがありまして現在では実用化には至っていないというような課題がございました。ですねえー、今回 本発表で報告させていただくのは、まあ、そのようなです、ねまあ、作成上の、えー、プロセスで、まあ、非常に簡便に低環境負荷で、えー、創生できて、かつまあ優れた自己修復性や、えー、力学強度を持ったイオンゲルを開発したということになります。でこのポイントといたしましては、えー、自己修復のメカニズムとして、このイオン液体中で非常に長い高分子さ。 これを、まあ、超高分子量ポリマーというふうに呼んでますが、超高分子量を持った高分子を岩液体中で生成することで、こういう高分子差の絡み合いのみからなるようなゲル材料ができるということを発見しまして、まあ、このゲルがですね、まあ、リサイクル性。 こういうスクラップしたゲルをもう一回、えー、と再成形して用いたり、えー、と先ほどもありましたが自己修復性としてこういうふうに損傷切断を与えてもそこをくっつけるだけで、まあ、元に戻って力学強度を発現するというような材料を開発することに成功いたしました。で以降ののスライドでは、えー、とこの ル材料の設計のポイントや実際の、えー、力学強度などの、えー、物理特性についてご紹介させていただこうと思っております。 で、この、えー、材料のですね、えー、ポイントとしま、いたしましてはいくつか大きく分けて4つありまして、1つはですね、従来の課題であった、まあ、環境負荷や煩雑なプロセスというのがいらず、まあ、低環境負荷で極めて簡単に合成可能ということになります。で、これはですね、えー、とどういった原理かといいますと、えー、このゲル材料を作るのに、こうイオン液体中で えとこういう単純なメタクリレートもの、ビニール型のモノマーを、開始剤を非常に少なくして、通常のラジカル15を行うだけで、このイオン液体中で非常に、えー、ラジカル15が、えー、促進されまして、分子量が100万を超えるようなポ、えー、リマーが、イオン液体中でそのまま得られると。かつ、化学化教材を使っていないのに、高分子差の絡み合いによって、えー、こういう。 機械的に安定なゲル材料ができ、まあ、さらにですね、モノマー添加率、その最初のモノマーが最終的なポリマーになる割合っていうのがほぼほぼ100%に近いというような特性があるために、まあ、有機オバ媒とかを使わずに、この材料を混ぜて熱をかけて重合するだけで、まあ、そのままゲルとして使えるというような優、えー、れた利点があります。またですね、できたこのゲル。 はですね、非常に高い、このように、まあ、伸縮性が高く、引き伸ばしても壊れないであったり、また、その化学加強材がないということは、完全に固定化された加強点がないということですので、こういう、まあ、スクラップされた、えー、ゲル片を、ホットプレート、熱と圧力をかけてやることでもう一回シートにして再利用できるっていう、まあ、リサイクル性もありまして、まあ、さらにですね、この、切断した 界面で絡み合いが再形成することで、迅速な自己修復性も示せるという優れた力学強度と、またリサイクル性、かつ環境に配慮した有機溶媒を使わないという低環境負荷で非常に簡便なプロセスでできるという非常に良い特性がある材料ということになります。 でこの材料を合成する際のポイントといたしまして、このイオン液体中で、そういう超高分子量体のポリマーができるということに着目したということがございます。でこちらはですね、えっと、ラジカル10号の開始剤濃度と得られた、えっと、高分子の数平均分子量、さらに、えっと、モノマーからポリマーになった割合、モノマー添加率を示したグラフになります。 でこの時、有機溶媒、汎用の有機溶媒として、トルエンを使ったラジカル15を行いますと、開始剤濃度が非常に低い領域で、分子量はこのように若干上がるんですけれども、開始剤濃度が低くなっていくと、あるところから、このモノマー添加率が非常に低くなりまして、えーと、完全に多くのモノマーが高分子、ポリマーにならないというような状態になります。 で一方で、このイオン液体中で同じような実験を行いますと、ラジカル開始剤の濃度が非常に少ないような領域でも、えー、このモノマー添加率というのがほぼほぼ100%に近い領域に維持されておりまして、かつ分子量がこうモノマー開始剤濃度が下がるにしたがってどんどん上がっていきまして、この領域ではこの100万を超えるような分子量に達するということが判明いたしました。 でその結果、この重合によってできたポリマー同士が絡み合うことで、このようにですね、えっ、ー、と、できた材料っていうのは、ゲル状で非常に伸縮性のあるものになってまして、非常に長い高分子差が絡み合うだけで、このような安定的なゲルができているということが分かりました。で、これ述べ、ま、今述べましたように、ただ単純に混ぜて、えっ、ー、と、 熱をかけるだけで生成可能ですので、まあ、非常に簡便でかつ、有機溶媒などを使わずにこのゲル材料ができるというような、従来の課題を克服したような作成プロセスで得ることができます。でここから、このゲル、得られたゲルの物理特性について簡単に説明させていただきます。 でこれ、えー、と年段性特性を見たグラフになるんですけれども、これ温度に対して固体的な性質である貯蔵断性率と液体的な性質である損失断性率を見たグラフになりますで。この中で分子量が低いポリマーとイオン液体からなるような材料というのは、まあ、このようにです、ねえー、と例えばずっと液体的な性質の方が大きかったり、この 10万ぐらいの分子量ですと、ある温度から液体的な性質の方が、えっ、ー、と、GW プライム、液体的な性質の方が高くなって、まあ、えっ、ー、と、いわゆる高温でまあ液状になると、誘導するというような特性があるんですけれども、この超高分子量のイオンギルでは、このずっと固体的な性質の方が高くてですね、高温においても、えー、男性的な、固体的な性質を 維持できるということが分かりました。実際に写真でこういうふうに形状安定性を見てやりましても、えー、例えば120度で1日置いておいてもほとんど形状が変わらないと。一方で分子量が低いとこのように流動していくということが明らかになっています。そのため、広い温度範囲でまあ優れた形状安定性を持つということになります。またですね、力学特性としてもまあ非常に良い特性を持ってまして、この左側はですね、化学化学をしたまあ従来の ゲル材料になるんですけれども、これ大体60%ぐらいでこういうふうに破断してしまうのに対しまして、この得られたゲル材料っていうのは、このように90%ぐらい、1トンぐらいの負荷をかけても、全然破断しないというような共有人性を持ちます。またこちらはこう引っ張り試験、えー、とダンベル状の試験片を引っ張ったときの性質になるんですけれども、えー、とこちらに示しますように、 えっと、従来の化学化粧ゲルに比べて非常に、えー、伸長性が高いということがわかります。またです、ねえっと、網目構造が凍結していない化学化粧剤を使っておらず、また、イオン液体自身も不揮発不燃性であるために、えー、高温高圧で熱成形が可能となります。そのため、このようなです、ね、リサイクルされたゲルをもう一回熱成形して、えー、ダンベル状に打ち抜いて、 リサイクルして、もう一回使うことができるというような特性もありまして、実際このリサイクルしたダンベル編を引っ張ってやると、この青い線になりまして、この黒いもともとの線とほとんど同じ力学特性になるということで、力学特性としてもほとんど損なうことなくリサイクル可能ということが分かりました。また、えー、と最初に述べましたように、この材料はですね、その界面で絡み合いが再形成することで、えー、と自己修復性を示すと。 優れた特性も併せ持ちますでこちらはです、ね、このようなダンベル状の試験編を切ってやりましてで切った切断面を接触させて、まあえー、ある時間待った後に引っ張り試験を行った結果になります。でこれ黒が切断していないサンプルになるんですけれども切断して引っつけた後に時間が経っていく。 に従いこの応力歪み曲線というのがどんどん回復していきまして、大体6時間経ちますと、ほとんど同等の力学曲特性まで回復します。またこちら、デモンストレーションのために、一本に色をつけたサンプルになるんですけれども、この6時間経ったサンプルを引っ張ってやりますと、この接着、切断面を接着した界面とは違うところで破断しているというのが分かりまして、 これはすなわちこの切断した界面っていうのが他の部分と同じぐらいに力学強度が回復しているということを示しまして、すなわち損傷部位での絡み合いの再形成で、室温で非常に迅速な自己修復性を示すということも明らかになりました。最後にですね、電気化学デバイスへの応用というのを踏まえますと、 そのイオン電動性を生かした電気化学特性が、えー、と自己修復前後でどうなっているかというのも大切な、えー、指標になりますので、この自己修復前後の電気化学特性についても調べております。こちら、左のグラフはです、ねえーとまあ、例えばストレインセンサーとかで使われるようなこう歪みをかけたときに抵抗値が変わるというのを利用した。えー センシングが自己修復前後で変わらないかというのを示しておりまして、実際これ、えっ、ー、と、切断前に歪み10%、30%、50%、こう、伸ばして縮めてっていうのを行った時の抵抗値の変化なんですけれども、これ一回切断してやって、もう一回修復させてやっても同じように抵抗値の変化が得られるということがわかりました。またですね、こう、縮、縮、引っ張ってない状態と、 引っ張った状態でこうインピーダンス特性は変わってくるんですけれども、そのインピーダンス特性というのも、こう、修復あ、切断する前と切断して修復したあとで、えー、こう引っ張ってない状態の時も、引っ張った状態の時もまも、同等の性能を示すということが分かりまして、これらの実験から、自己修復前後に、力学特性だけでなく、えー、電気化学的な特性としても、ちゃんと機能が。 元に戻っているということが明らかになりました。でこちらはです、ねえっと、でこの材料の物性一覧ということになりまして、ガラステーン温度が非常に低く、熱分解温度としては非常に高い、200度以上かけても分解しないと。で力学物性としてはこちらにありまして、破断のび。 肌の応力は従来の化学アケオゲルと比べると非常に高くなっていて、イオン電導率としても結構良好な値を示すということが分かっております。でまあ、重要なポイントとしては、ここら辺の値というのはです、ね、実はその高分子とイオン液体の組み合わせによっても大きく変えることができますので、用途に合わせてここら辺チューニングできるというのも一つこの材料の良い点というか特性ということになります。 はい、で最後、こちらまとめになりますが、まあ、今回はです、ねえー、新しい材料として、不揮発不燃性なイオン液体と、まあ、非常に長い高超高分子量のポリマーからなる、まあ、安全で信頼性の高い、えー、自己修復性を持ったイオン電動性ゲル材料を創生いたしました。こちらはです、ねえーとまあ、イオン液体中での単純な熱重合で 生成,可能生成可能ということで、まあ、低環境負荷で非常に簡便な作成が可能という、まあ、従来の自己修復を得る材料になかった利点を併せ持ちまして、まあ、かつ高い利益薬特性やリ,リサイクル性、自己修復性などの特性を持った材料ということになります。 でまあ、この従来技術との比較ですが、まあ、これまで述べてきましたとおり、このような不揮発不燃性で力学強度が高く、まあ、自己修復性を持つという点、でまた、えー、と以前報告された自己修復性のゲルと比較して、一番大きく違う点としては、まあ、非常に簡便に作れて、まあ、環境負荷も低い、有機溶媒などを使わないという点になります。でまあ、想定される用途としては、今日ですねまあ、ウェアラブル・フレキシブルデバイスへの の電極材料や生体に貼り付ける型のひ歪みセンサー、またです、ね、リサイクル性というのがありますので、そういうまあ循環型経済、近年着目されるそのサーキュラーエコノミーに資するような材料応用への展開というのもできるんじゃないかというふうに期待しております。 また実用化に向けた課題としては、まあ、現在、基礎的な物性に関しては確立しているんですけれども、メカニズム解明に関しては検討中ということと、あとはですね、えー、とイオン液体自身コストが高いということであったり、まあ、具体的なデバイス応用とかの検討ができているわけではありませんので、その実際に応用したときに、本材料の優位性を実証する必要があるということになります。 また企業への期待としましては、そういう生体全局材料としての評価や、ウェアラブルフレキシュルデバイスとしての応用可能性、またそれ以外にも本材料の特性を活かせる用途を共同探索していただけるところがあれば大変ありがたいというふうに考えております。でこちら本技術に関する知的財産権ですけれども、まあ、2件製造方法とコーティング蘇生物としての応用についての特許を出しております。 でこちら最後お問い合わせ先をお示しいたしまして発表を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。